皆さんこんこにちは琴山の渡辺ですリンリン鈴木弁護士のテレグラムへの書き込みを機械語訳のものを淡々と朗読していくシリーズを始めて今日で2回目です。今日は日本時間の1月26日今10時4分なんですけれどもりんさんのテレグラムを見たのは朝の3時半ぐらいなのでその時の書き込みです。昨日第1回目をアップしたんですけども検閲に引っかかってしまいました。 考えられるとすればリン,リン弁護士のテレグラムの書き込みを表示させながら朗読していたのでそれで何か引っかかったのかなっても思いますので今日は音声だけにさせていただきたいと思います。日本時間の2021年1月26日朝3時30分頃に確認した文章です。 それでは行きます。私たちは皆真実を見つけるのに苦労しています。私たちは真実と嘘を見分けるのに苦労しています。誰を信頼できますか不忠実はやや横行しているようです。個人的及びその他の隠された議題が機能しています。私たちの検索を複雑にするのはフォトショッピングの戦術です。写真は巧みに変更または作成され、 偽りの現実を表示しますまた、ディープフェイクについて調べて学ぶ必要があります。簡単に言うと、ディープフェイクは誤った現実を表示する動画を作成する方法です。これらのメディア戦術は現在、混乱を引き起こし、真実と嘘の境界線を曖昧にし、国内外の悪質な第三者アクターの議題を進めるために使用されていると思います。 ディープフェイクの宿題ををすす。ることをお勧めしますそしてリンクが貼ってありましてタイトルはですねディープフェイクは素晴らしいです彼らはまた私たちの未来のために恐ろしいです私たちの民主主義に真の危険をもたらすテクノロジーについて知る必要がある全てと言ってリンクが貼ってありますのでこちらは概要欄に貼っておきます続きまして D 社の機械が P 女子を名誉毀損で訴え D 社の不代入れ機会と2020年のボス選びについての彼女の発言が誤りであると主張したという報告を聞いています。わおこれは面白いはずです。D 社は自分自身を罠にかけた可能性があります。名誉毀損の法則のもとで D 社は虚偽を立証する責任を負っていました。つまり D 社は ボス選びとその機会に関して何も悪いことをしなかったことを許容可能な証拠によって証明しなければなりません。あなたは情報を学ぶことができます。2020年のドキュメンタリーを見て T 社の不代歴についての、そしてリンクが貼ってありまして、米の国のボス選びに対するサイバー戦争というタイトルです。こちらもリンクを貼っておきます。 以上、現時点ではここまでです。それではまたありがとうございました。